アメリカ本土初開催となった LPGA 女子ゴルフツアー第5戦バンクオブホープファウンダーズカップ。今シーズン初の日本勢全6人が参戦した大会初日、ツアー参戦12年目を迎えた宮里藍は13番バーディーパット、これを外しこのホールパーとします。その後4連続バーディーなどで初日6アンダー11位タイと好発進。国内ツアーから戻ってきた横峯さくらの13番バーディーパット、見事このロングパットを沈めます。ノーボギー2アンダーと粘りのゴルフを見せますが69位タイでホールアウト。野村春京の13番パー4のセカンドショット、グリーンをオーバー、しかし続く第3打バーディーとします。9番パー4サードショット、このホールパーとしトータル4アンダー32位タイで初日を終えました。18歳の新星畑岡奈紗は10番幸先よくバーディーを決めます。さらに16番、このホールもバーディーとします。しかし3つのボギーを叩くなど我慢のゴルフとなります。さらに後半スコアを落としトータル3オーバー、初日133位タイと悔しい結果になりました。スタートでバーディー取れたのは良かったんですけど、そこからまたもったいないボギーがいくつかありました。去年が3アンダーカットっていうことなんで、最低でも6つは出さないと去年でいうとちょっと厳しいかなと思うんで、まあ、6アンダーを目指したいと思います。宮里美香、上原彩子は4アンダー32位タイの位置につけています。日本人トップは6アンダー11位タイの宮里藍、今後の日本勢の巻き返しに期待です。 LPGA 第5戦2日目以降も生中継でお届けします。お楽しみに。